小爪はきっと僕とさんのいるレフト前方を狙ってきます。サーブレシーブはいつもよりネット側にお願いします。さすが反応早い。次のローテでハイバは後衛、めんどくさいクロウさんが前衛に上がってくる。ブロックを欺き僕とさんを確実に乗せるには今のこのローテが最善。エースの心得一つ、背中で味方を鼓舞するべし。一つ、どんな壁でも打ち砕くべし。一つ、全てのボールを打ち切るべし。